かつて日本は戦争していた国です。しかも世界で唯一原子爆弾を落とされた国でもあります。皆さん好きな消えた8月が一瞬にして消える光景が想像できますか。今なお世界では戦争を強いられている国があります。私たちは戦争は絶対に許されない、戦争からは何も生まれないという思いを伝えるために感情や表現にこだわって練習をしてきました。今日聞いてくださる方々に私たちの思いを伝えます。それでは3年1組の消えた8月を聞いてください。4番3年1組消えた8月、指揮野田修一、伴奏山口遥。Thank you.
ステージに